はい、皆さんこんばんは。こんばんは。県民太鼓シードのガオガオラジオ。お願いします。ということで、2月になりましたので、はい、本日2回目の放送ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はですね、私前回も出させていただいたんですけども、天理太鼓シードという和太鼓グループのですねリーダーを務めております国部大志郎と申します。よろしくお願いします。さあ前回はですね、私の親友兼、津軽三味線奏者の杉山大輔さんにゲストに来ていただいたんですけれども、今回から、まあ、通常はこちらの3人で一緒にねやっていこうと思いますので、各メンバー改めまして自己紹介をしてもらいたいと思います。それでは僕からでいいですか。サックからお願いします。はい、シードのメンバーの桜井翔太と申します。まあ、名前はね、ジェニーズのある方に似てるんで、まあ、覚えやすいかなと。そうですね、はい、思うので、他を抜けば他を抜けば、はい、まあ同姓同名なんですけど、はい、まあラジオはですねあんまりやったことなくて、うん、本当 1,2 回経験があるぐらいで、はいはい、もうね感動しております。もうこのセットにおすごすぎる。スタジオがねもうねガチすぎてちゃんとね、うん、すごいイヤモニもありますし、そうイヤモニもあるし、はい、俺これ夢だったの。イヤモニこれつけたかった。イヤモニするの夢だった。いやだからね、本当にこうまだまだ僕らは経験が本当にないので、うんうん、まあ、どういう感じになってるか分かんないですけども、まあ、その皆さんが楽しんでもらえるようなラジオにしていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、僕らですねこうやってまあちょっと私服でねやってると、まあ、太鼓をね普段演奏するんですけど、どんな感じかがねちょっとあんまり見てくださってる皆様にですね伝わりが弱いと思いますね。ちょっと写真を用意させていただきましたので、まず桜井翔太の、はい、まあ、普段こんな感じで演奏してますよっていう写真をちょっと出していただけますでしょうか。おお、すごい。全然違いますね。まあ太鼓じゃないんですけどね。まあこれチャイナシンバルって言ってね。まあこれが一番ボレてるっていう、ね。ボレてる。はい。まあこれにしちゃったんですけど。ちょっと痩せてる？いや痩せてる。めちゃくちゃ前だよね。痩せてるし、痩せてるっていうかね、多分ね筋肉がない。ないよ、ね。腕が細すぎる。確かに確かに。うん。まあ、でもこれが一番漏れてる、うん、そう和太鼓奏者だけど、うん、太鼓の写真じゃないっていうね。まあ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 、これからね話していこうかな。じゃあそうだね、うん、でさっくん、あれだよね、はい、あごめんなさい、ちょっとこの話を掘り下げる前にお姉さん、はい、お待たせしました。自己紹介していいですか。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、天輪太鼓シードメンバーから赤色21歳の池田泉です。よろしくお願いします。泉よろしくお願いします。はい、天輪太鼓シードの女子の一番年上としてこの二人と常に活動しています。はい、今日が人生初ラジオです。イエーイ、すごい。いやめちゃくちゃ緊張してて今日が緊張もうめっちゃ緊張してるんですかね。しかも生放送じゃないですか。そうだね、収録だったら確かに確かに確かに、まあ切られるけどね、生放送で何を喋っていいのかすごい緊張してたし、なんかこのイヤモニをつけてるのがすごい楽しくてそうだからまあこうやってラジオでね、うん、私たち天輪太鼓シードのことをちょっとでも知ってもらえるようにこれから月1で頑張っていくので、よかったら最後まで聞いてってください。よろしくお願いします。お願いします。ごめんなさい、ちょっとですね僕が、ミスりまして、冒頭にですね皆様にお伝えしなきゃいけないことがございまして、大変すいません順番が前後してしまったんですけども、こちらのスタジオコロナ対策についてもバッチリ行っておりますので、まあ皆さんはね、画面越しに見ていただいてるんですけども、僕らも安心してね、収録させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。そしてこちらのここにもあるんですけど、この尾張アズリエヘムさんのですね公式ツイッターに何か僕らに質問したいこととかがあれば、その後にツイートしていただければ僕らにね、スタッフさんが持ってきてくださるというお便りをね、はい、質問にお答えできるかなと思いますので、どしどし送っちゃってください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ごめんなさい、ちょっとね順番が前後してしまいましたが、さあイズミンの写真をですね、写真をちょっと出していただきましょうか。お願いします。こちら、うわまた太鼓じゃない、また太鼓じゃないまた太鼓じゃないね、太鼓チームやって言ったのねいやっぱ太鼓叩いてる時の顔って真剣が家にちょっと事故りがちるか、事故る、ね、これだったら手と笛でネジ顎が綺麗に隠れる顔の輪郭が、誰これにしたの、だからもう、だから最近載せる宣材写真は全部この写真をねやってもらうようにしててそう、これがしかも一番最新の、うんうんうん、まあでもちょっと定期的にビジュアルを変えてしまうので髪型を、そうだね、そう今全然違う、ね、今また全然違うし、そうなんです、多分
月一でどん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 違う様子が変わっていく見た目になっていくと思いますので、そこも楽しみに、ね、まあ、でも皆さん楽しみにしてくださると思いますしね、はい、天理大工知らない方でもね、もし見ていただかる、いただいてる方がいらしたら、ぜひ泉を押していただいてね、よろしくお願いします。私以外も押してください。あ、もうもうどうしよう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあここでですね、今写真でちょっと、見ていただいたんですが、少し短い動画にはなってしまいますが、まあ、笹の準備がよろしければ、ちょっとね後で後ほど本当短い動画にはなってしまうんですが、こんな感じで太鼓叩いて言ってるよっていうね、うん、動画もちょっと用意してさせていただいておりますので、ちょっと後ほどね皆さんに見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあということで、ここからですねどんどんフリートークをしていきたいと思いますが、はい、同時にですね、天輪太鼓シードの、インスタアカウントの方を配信させていただいておりますので、こちらの方にもコメントしていただければ、あの泉がねどんどん拾っていきますので、はい、よろしくお願いいたします。で、まあ、こちらのオワリアズーリーFMさんのツイッターの方でも、はい、お便りお待ちしておりますので、よろしくお願いします。さあということで、ちょっとね映像の方が準備できたということなので、早速見ていただきましょう。一瞬なので皆さんお見逃しなく、せーのどうぞ。はい、本当一瞬でした、ね、本当一瞬でした、ね、すごくない？いや、あれてかさ、こういうことができるのすごくない？ね、そうだね、すごい。もうね裏でね、もう僕がね いつもあれなんですよ、本当に僕仕事できない人間なのでね、いつもギリギリになっちゃってね、これこれこうしてほしいですって言って言ったらね、心よくねいいですよいいですよって言って、すごい。あ、今もねちょっとワイプの方で流させていただいてるんですけども、これでもさ、このコンサートさ、うん、後で話そうか。もうちょっと引っ張りたいね。そうね。引っ張りたいね。と、うん、いうことで、まあ本当にね心よく皆さん、あのスタッフさんもねご協力していただいて、本当にねないよね、なかなかこういう経験は。すごい、これはすごすぎる。なんか芸能人になった気分。本当そうね。すごい、本当に。こんなね喋って効果も入れてもらって。そうなんですよ。本当に嬉しい。これはあれだね、他のメンバーにもね、うん、経験してもらいたいね。そう、私たち天理太鼓シード、私たち3人だけじゃなくて他にも、はい、いっぱいいて、高校生メンバーとか成人社会人やりながら一緒に活動してるメンバーもいるので、ぜひあの顔がかっこいいメンバーとか可愛いメンバーもいますのでね。そうですよ、本当美女では選んでないですからね。そうそうそう、タイトルでちゃんとやってるけど、たまたま、ね、もううちのメンバーはねみんな僕以外はイケメン美女なので、そんなことないやろ。なんすか。いやいやいや、やっぱお母さんマダム世代に人気じゃないですか、はい、大志郎くん。まあもう年齢が年齢ですからね。だってコンサート来てくれてるね、うん、方、お姉様方々は大志郎くんが一番かっこいいっていつも言ってくれてますから。そうですか、うん、もう最近ね他のメンバーのね翔吾っていうメンバーがいるんですけどね。ありがとうございます。わ、すごい。これこちらね今ね、あずいさんの方で流していただいてるんですけれども、うちのホームページを今流させていただいてて、でこちらでねいろんなメンバーのプロフィールとかもね、ま、ただここのプロフィールに私たちしか載ってない。あ、なるほどね。と、あの、うん、若手メンバーが載ってない。あ、そういうことですね。あのシードのインスタグラムの方に、はいはいはい、あの若手メンバーを紹介した投稿がありますので、よかったら一人一人ぜひそちらの方もね、はい、あのインスタフォローしていただいて、はい、どうですかインスタコメントとか来てないですか。コメントが来てなくて、あらららら、ら多分触れてなかったからかな。皆さんよかったら、ね、インスタライブの方コメントしてもらったら、ごめんなさい同時にねちょっと今、うん、ありがとうございます。すげー素晴らしい。ありがとうございます。そう、こんな感じでね、ちょっとまだまだね、あの今年に入ってから作って、あ、そうです、指導し始めて、ちょっとフォロワーのね方もまだまだ少ないので、あ、この辺が今ジュニアの若手メンバーですね。ここにあるね、ここが最近の人気メンバーですね。今真ん中に写ってる男の子がすごい今人気ですね。やっぱりりょうたか、りょうたくんイケメンだしね。いや、この子、あ、ありがとうございます。すげえ、この子がすごい今人気をねふつふつと
やってきてますので、まあね、やっぱ美人も大事だなって思いますね。しかも16歳ですからね。高校生ですもんね。もう10以上離れてますもんね、うん、いやもうね世代交代ですよ、うん、本当に。いや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 、まだ頑張りますよ。いや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 、まあまあでも泉のいいね数が一番多いですからね、まだちゃんと。あ、なるほどね、うん、これちなみに、ちなみにあなたはいいねいくつついたの？泉の80何件ぐらい来てません、多分。そう、一応泉の方が多かった気がする、大志郎くんよりも。何に競ってる？いいですよ。それはさ、現役のさ、あの、まあ、美術担当と言われてるね。いやいや、勝手にそれを気にしなくただけですからね。めちゃくちゃ負担ですからね。毎月必死ですからね。必死に。あの本当ですよ。ケアしてね。毎月、めちゃくちゃお金かかってんのに。まあ、頑張ってよ。お、すごい。はい、あ、本当は一緒のやつじゃないですか。写真変わらない、ね、この写真しか使えなくて、本当にこれが一番最新なんですよね。それ以外だとあんまなくて、あの左がね、噂の正吾ですね。そうですよ、僕もね。確かになんかね、最近ね人気なのよ、めちゃくちゃね、正吾、ねうん、と亮太が多くて、うん、でこの正吾がね本当に喋れないんですよ、ラジオ特に喋れなくてMC もちょっとまだね任せれてないので、うん、ちょっとこの場をお借りしてね、特訓の場に、なるほどね、うん、ちょっとね正吾を召喚したいなと思ってますので、正吾のラジオとか超楽しみですね。いや面白いだろね。あ、スタッフさんすいません、ちなみにイズミンのいいね件数をちょっと映してもらっていいですか？91。そしてさっくんが右側ですね、右側71。ちょっと待って、ちょっと待って、これで俺低かったら嫌だぞ。いや、それはないんじゃない？くわイエーイ。あとあとあとは5、あと5、いや、91 1だでしょ、7、あと7、あ、7か、計算全然できたあと7、7人誰かいいにして全部追い上げます、そしたらそういうことね頑張ります、頑張ります、ね、ということでね、まあ、こんな感じでインスタの方もね、はい、やっておりますので、ぜひぜひあのオアリアズ FM の視聴者の皆さんが、登録してくれたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いしま す。さあ、まあ冒頭にね、太鼓のちょっとね短い映像を見ていただいたんですけども、あちらがですね何年前だったかな、ちょっと昔のね映像を切り取ったものにはなるんですけれども、僕が初座長を、はい、踏まさせていただいた舞台になるんですけれども、どうだった？いや、あれはね一番良かった、今まで一番気合い入った、気合い入れて、ね、気合い入ったね。なんかもう太守郎くんを筆頭に、多分何ゼロからみんなで作ったじゃんね。そうだね、初めて、うん、だからなんかやっぱそれ普通にこう今までのコンサートも頑張ってやったけど、うんうんうん、やっぱ思い入れは違ったよね、うんうんうん、だからなんか泣きそうになっちゃった、終わった後。そうそう、俺もね、なんかMC 中にも泣きした、MC 中にも泣きしたけどなんか終わった後に一番こうやりきった感で来るかなと思ったら、なんかいつもと疲れたってなるんだけど、なんか頑張って作った舞台で頑張って演奏してで楽しかったから、どんちょう下がった瞬間、あ、もう終わっちゃったみたいな、そっちの気持ちの方が強かったですね。確かに、あの舞台はもう一回やりたいってなったね。そうだね、うん、やりたいですね、あのコンサートね。ぜひね、ちょっと皆さんにもねしっかり見に来ていただかないと、ね、なかなかね、公演するっていうのは難しいので、うん、少しずつでもね、僕たちのファンに、ね、なっていただけるようにって、まあ、こういうね、ラジオをやらさせていただいたりとかしておりますので、ぜひ何か機会がございましたら、天太鼓の、和太鼓の舞台を、ね、見に来ていただけたらなと思います。お願いします。よろしくお願いします。そういう演奏情報など、各 SNS の方で、うん、Twitter と Instagram をシート天輪太鼓の公式としてやってて、最近ですね LINE アット公式の LINE が天輪太鼓としてできたので、そちらもぜひね追加していただけたら、私たちの公演情報が随時発表されますので、よかったら全部の SNS チェックしてください。お願いします。 YouTube もはい、そうやってます。 YouTube もやってます、はい、YouTube ね、そろそろ新しい動画あげません YouTube あーもう、本当にだってなんか撮ったの、年末に撮ったのに出てない動画1個ありますよね。まあまあまあね、ちょっとあれはボツ。わ、すごいわすごい。そう、しかも最新のサムネ、伊豆のインスタで撮った写真だってさ、なかった毎回さサムネ撮るのか、そう、ね、忘れちゃう、サムネ忘れるね、マジで、ね、あのサムネから開いた瞬間の自分の
無加工の一番太った時の顔のパンパンさ、目も開いてなくて眩しくて。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。いや、そろそろ YouTube 撮りたい。やっぱ大食いやりたいんですよね、泉。でも全然怖いやん。え、でもなんか再生回数が一番回ってない企画系で。あ、まあね、あ、ペヤング、ペヤング系がやっぱ出てるのかな。女の子が出てるからかな。いや、それはある。女子ーズが多かったしね、うんうん、そう。だからまだミレー高生高野っていう高校生メンバーとか全然企画に出てないから、うんうんうん、そうね。そう、ぜひ、ね、いや俺は心霊行きたいな。行ってらっしゃい。ちょっとそれは楽しかったあれね、うん。じゃあもうみんなで行かない、行くなら。いいよ、みんなで行こうよ、うん、行こうよ、うんうん、一番いいガチで行きたくないんですけどね、心霊。え、もしちょっと終わりアズリエ FM をご覧の皆様で、まあ、ちょっとね遠出するな、時間的に厳しいので、うん、愛知県近郊でこう、ここ怖えよみたいなところがあったらちょっとねあのツイッターの方にお便りいただければ、もちろんインスタであの見てくださってる皆さんもね。いや怖いのやだな本当に。だってそれでもし、うん、霊がついて、まあ、確かにね。なんか俺一瞬ついとったらしい知らんけど。めっちゃ嫌くないですかそんなの。いやでもなんもないから大丈夫だ、うんうん、コメント来てますよ。ボスになったのは何を撮ったんですかって YouTube。 あー、なるほど。あと大会の報告動画ですね。報告動画ですねちょっといろいろ、まあ悔しい結果に、ね、なっちゃった、ね、なっちゃったけど、まあなんかでもまだ2位っていうね、ありがたい、はい、たくさんの愛知県から本当にいっぱいの方にね応援来ていただいて、うん、もちろん愛知からじゃなくても当日私たちを見てね応援してくださった方もいて、2位っていう、ね、結果いただけたんですけど、私たちの中でやっぱね1位しか狙ってなくて、な1位取ってその大会をね引退したかったので、うん、やっぱ悔しかった。思いで進まなかったんですよね。もう無理だったしかもねそれで年末年始来ちゃって休みでしたもんね。休みだったけど結構俺動いてて、そう、あのまあ演奏の活動じゃないものもあったんですけど、まあはい、ごめんね、ごめんね。あとね卓球をねメンバーでやったんですけど、まだね編集してないんですよ。めちゃくちゃ前だよね。そうだ、卓球めっちゃ前。卓球やったね。卓球やったんですけどね、あのやっぱりねあれがいりますわ。脚本とまではいかないですけど、大体の流れ、流れがいる、ね、なんかそのもちろん素のねこう動きとか流れでって面白くできたら一番いいんですけど、卓球はマジで素で俺らがその卓球をやることに関して楽しみすぎちゃって見てて自分らはおもろいですけど、まあ、視聴者の皆さんが ねどう思うかって思うと、うん、ちょっとちょっとだって泉なんか学生の放課を見てるみたいな気分だったもん。そう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 、ね、だからだからやっぱそう食べる系がいいんですけどね、うん、泉はミスドとかやりたいってあの月見に行ったら、うん、あくどいから無理ですよって言われたから、うん、だから全員が参加できるなんかやりたいですよね。対抗チーム対抗で、あ何人かで、ね、あの運動会みたいなね、うん、あそうそうそう、はいはい、あれ楽しかったね、運動会楽しかった、ね、あれめっちゃ楽しかったわ。活躍できるからね。そうだねそうそう、そんなこと神経がいいので、泉とか全部最下位だったもん見事に。あ、幽霊の来てる。お、ちょっと読んでもらっていいですか。ヤゴト霊園とか東山霊園とか怖いです、行ってみて。ヤゴト霊園ってガチじゃないですか。霊園なんだ。まあそれは霊園ですからね。ヤゴト霊園ですか。なんか言い伝え、なんかその噂だったらいいけどガチっぽいやん。いやでも大丈夫じゃない。怖いのやだな。確かに怖いわ、雰囲気あるわちょっと墓地はね、そうね、僕気が引けるんですよ、うん、やっぱあの、うん、いろんな方がね、そうね、やってらっしゃるところなので、ちょっとそこダメ、墓地はダメ。じゃあなしで、なんか山とかさ、ね、トンネルとかさ、うん、どこ東北さん行ったんでしたっけ。東北さん行った、あ、東北さん、犬山のイルカ行った、あとどこ行ったっけ、戦場跡公園だ。あそこはでもねちょっと明るかった あのね、隣がね、あのあれだもんね、ショッピングセンターがあるからね。そうそう、あ、めちゃくちゃバイクの音だった。すごいちょっとやんちゃなお兄ちゃんたちがブン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 やっちゃって、ね、雰囲気が全くなくなっちゃった、うん、あれ静かだったらちょっと怖い、ね、ちょっと怖かったね、けどブンブンしてたからなんかね、うんうん、そうだ、でも廃墟系はあの不法侵入に、そうだね、そっか、やっぱ山かトンネルだね、かなんか自然の公園とか。トンネルは行ってみたいな。トンネル行ったことあるわ、うん、どこどこだったっけな、伊勢神トンネルみたいな。あ、有名だね、有名だね。結構でもなんか落書きとかしてあったから、うん、
落書きとかしちゃうところは大丈夫って言いますよね。あ、そうなの。うん、あのいたずらされてるところは大丈夫だからされてるみたいな。でもめっちゃ怖かったですよ。まあ、雰囲気はあるやろうね。うん、マジなんか私が行った時は大丈夫だったけど、うん、その前に友達が行った時は車に手形ついたんで、うん、ガチじゃん。マジで怖かったから。どこだったっけな。俺もさ、あの本当免許取り立てぐらいの時に、だから10年前か、あそこ水子地蔵がいっぱい置いてあるとこ。わかんない。わからんな。夜景が綺麗な山があるんですけど。うん、池田山？池田山かな。池田山地蔵あるかわかんない。で、いや落ちねえからやめて。どう？絶対気になったよ。リトル気になる。気になる。誰かがじゃあツイッターで聞きたいですって送ってくれたら話します。なるほど、うん、したらちょっとね、うん、皆さん頑張って投稿してください。どうですかインスタの方は。卓球楽しんでるの見たいです。すごい、ヤゴトレーン調べてくれてますね。怖っ。やだ骨。これは確かに結構ガチだね。ガチだね。やだな。え、ちょっと待って、ジャンピングババアが出るって書いてあるよ。え、ジャンピングババアさ、王子精神出るって言われてません？どこでも出るやん、ジャンピングババア。いろんな噂があるんですよね、多分。すごいな。うまくなっちゃった。ジャンピングババア。ババア。嫌だな。いや、でもかけられたらどうしますよ、もしジャンピングババアに。一緒にベーって食べようにね。絶対。いや、もうね、極論仲良くなるしかないと思うんだよな。そう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 。そう。でもさ、それで仲良くなって、うん、マインドコントロールされてもそっちの世界に連れてかれちゃうんだよ。じゃマインドコントロールしたくて仲良くなって早く成仏し、あ、こっちがそっちをやってみようかしてあげればいいんじゃないですか。まあ、そんな生ぬるいものではないかもしれないですけど。絶対ない、絶対怖いもん。インスタ来てますよ、コメント。お、卓球楽しんでるの見たいです。まあ、シードの ねこの大ファンの方だから多分見たいんですよね。なるほどね。いや、楽しかったけどね、うん、普通にね、楽しかったですよ。でもさ、なんか YouTube ってさ、うん、今あの何、子供たちがね、なりたい職業、はいはいはい、結構上位じゃん。そうだね、 YouTuber って、うん、で俺もさ、結構自分たちでやる前は、うん、こうなんていうの、好きなことやって、うんうん、それを動画に撮って、うんうんうん、ポンって上げるだけじゃん、めっちゃいいじゃん、まあ、ね、うん、ってなったけど、もう、ね、やったらマジでね、大変。大変だよね、うん、もうとにかく大変。撮るのは良くても編集は、ね、そうそうだね。撮ってる時はね、いいのよ、楽しいから、楽しめるからね。そう、ただ楽しいだけだから、うん、その後がね、めっちゃ大変だから、ちょっと舐めてた最初、本当に。だからこう、ちっちゃい子がね、見てないと思うけど、うん、まあ、見てる子ももしかしているかもしれないけど、もしこの見てる中でこう将来やってみたいなって思う子がいたら、ちょっとね、覚悟しちゃった方がいい、うん、そうだね。めっちゃ時間取られる。なんか俺らやっぱさ、太鼓チームがメインなので、うんうん、まあ、そちらのお仕事がまあ主力っていうかメインになってくるんですけど、うん、それだからまださ、心苦しいけどまだ逃げれるじゃん、うんうん、俺の中で太鼓があるからって、ね、YouTuber 一本でやってる人はマジですごいと思う。すげえ、本当にね。お、お、なんとここでツイッターのコメント入りました。よいしょ、ありがとうございます。さあ、呼んでいただいてどなたからでしょうか。月見ですね。うちのメンバーからこんばんはって呼び声が来ましたね。ありがとうございます、月見さん。こんばんは。じゃあ月見、話がね、広がらんのよ。確かに15分に練習終わって、うん、ツイッターなんか送ってって頼みましたよ。あー、なるほどね。こんばんはって、いやー、センスあるわこれは。こんばんは、これはね、センスあるよ。もっとあの、なんか質問送ってくださいよ。いやでもね、俺はね、このやり取りができただけで嬉しいよ、うん、この紙をもらうっていう、これ感動したね。そうそう、いや、いいわ。ここからあれですね、あのお便りいただいた作が読み上げるっていう、任せてくださいますね。役割分担していきたいと思います、はい、またインスタのコメント来てますよ。お、どうぞ。怖いのは怖くて見られないので、運動会やってほしいです。あ、なるほど。応援合戦参加しますって。応援合戦、応援合戦参加し、だから私たちがやってんのを、はいはいはい、あの、本当に見に来てくれるんじゃないですか。あー、そういうことですか。それだったら頑張れ。シールだけであのこじんまりしたから、うん、ちょっとなんか待ってられたから面白くなかったけど、うん、待ってられたら言うな。そういうことでもさ、一回あったよね、天輪太鼓全体でやろうみたいな、ね、やりたい、やりたい、一回あったよね、しずこ先生がね、うん、ずっとね、それが夢って言ってましたからね。やりたい、マジで、まあ、やりたい、あの、なんか
応援合戦はクラスごとでやって、未就学児のクラスマメちゃんって言うんですけど、マメちゃんが頑張ってとか言ってきたらもう一生頑張れちゃうぐらい頑張れるな。 50m3 秒ぐらい早っ。クソ早いもうオリンピックでいや怖いやつにコメント来て、何か襲われたら大志郎くんが必ず助けてくれますよ。いやどうかな、いや俺が真っ先に逃げるんじゃない、うん、もう俺も逃げるの、そんな関係ねえから。うちのメンバーなんかそういう男気あふれる感ないですよ。じゃあなっつって多分逃げるメンバーの人たちじゃあ対人間だってさ守りますよ。そうそうそう、うんうんうん、そうよ対人間だって、そうなんか男の子に変な男に絡まれたそれは守りますよちゃんと、うんうん、いや、うん、お化けは無理。お化けはその仲良くしようってお化けだったらまだいい、うん、もう敵対攻撃してきてるお化けだから、うん、どうしようもできんから全速力やもうね、すまん無理あとよろしくって、うん、それは無理よ。確かにこっちはなんか頼らないかも、うん、ちなみにどなたが、ハヤトさん、あ、ハヤトさん昨日あれですね、うん、僕がインスタライブやらせてもらって見に来てくれた方で、うん、あの九州のうん、あさっきの子じゃない、さっきコメントしてくださってました。あ、そうなんだ。そう、福岡に来てほしいって。へえ、福岡ね、行きたいね。そう、北九州の方らしいので、行きたいな。行きたい福岡。福岡ね、呼んでください福岡に。ぜひコラボでジャパンマーベラスさんの研修生と。あ、へえ。ね、一緒だったもんね。そうですね。さんもね、はい、海外ね行った時にね。そうですね。なんかないですか皆さん、うん、月見さんこんばんは以外のリプを送ってくれると嬉しいんですけど他のね人もねぜひどんどん恥ずかしがらずに、ね、うん、送っていただければ、ね、専用にねツイッターのアカウント作った子いたのに、おすごいな。そうでもね、もうツイッターの使い方が分かんないって言ってて、若い、ね、高校生の子は、時代を感じる。もうインスタとか TikTok の時代だから。なるほどね。でもあれですよ、何かあった時はツイッターですからね皆さん。そう、あのね、ツイッターが一番見やすいと思うよな。もう自信あったかなって思ってツイッター開いたらもう必ず分かりますから、うん、でもそんなそれで言ったら私たちの世代だったらストーリーに自信だってインスタで上がってますよ。え、なんかさ時間かかる、詳細が出ないじゃん。ツイッターだとここで何、あ、公式が出してくれるの、震度いくつのみたいなのがすぐパッと見れるから。そう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 、やっぱなんか TikTok とか見ます？見ないです。見ないですよね。 TikTok がやっぱ今時代のマジ見ない、中心ですか。やっぱ歌の流行りとかも TikTok だし、あー言うよね。 TikTok でバズったらもうテレビ出れません？出れます出てる人多いですよ。じゃあ頑張ってバズってください。お願いします。いやいやいや、やっぱり本当に TikTok 大変で、ね、金髪が叩いてもね、あれそうそう、もうね俺らはねちょっとねおじさんすぎて、いやいやいや、だからあれですよ、僕らはきちんとそう太鼓のね、うん、技術だったり、そうだね、そのまあ音楽性で勝負できるんですよ、うん、まだそうね、待って、まあ確かに音楽性で勝負できないけど、いやそれを言ってるわけじゃないそこ卑屈になったでもやっぱさ、そう何時代の流れにやっぱ乗れるの、うん、泉さんなんで、そうね、はい、それはそう、ね、TikTok が大事なんだなってすごい思うことが多いので TikTok を頑張りたいんですけど、うんうんうん、振り付けも覚えれないし、編集が本当に全くできないし、なんか動画をつなぎ合わせて音源をあの作ることができるんですけど、はい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 、そのやつをこの前上げたら全然伸びなくて、急にやっぱ顔出して踊ってるやつが一番伸びるんですよ。顔出して太鼓叩いてなんかやってくださいよ確かにね、太鼓のアカウント、太鼓いいじゃん、太鼓のアカウントにしてないんですよ TikTok は。あ、そうなんですか。そしたらなんか飛ぶ人が少なくなっちゃうから、あ、だからその、あ、なるほどね、ある一定数増えてから実は太鼓やってましたっていうのをやりたいんですけど、そのある一定数まで行くまでに動画をこっちが出せなくて、はい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 、そう大変ですよ、ね、難しいよね。ちょこっと出しちゃったら逆に増えるんじゃない、増えますかね、うん、と思いますよ、うん、ちょっと頑張りますね、頑張りましょう、いや頑張ってよ、ね、見てる方で TikTok やったらフォローしてください。はい、お願いします。今ちょうど1000人のフォロワーなんで、お、すごい、上げてなくても1000人、え、じゃあもういけるじゃん、もういいじゃん上げて、いやいや、うん、いけますかね、いやいけるっしょ、頑張ります、うん、で、イズミンが上げてくれた Twitter 太鼓系を俺が YouTube のショートに編集して上げてくれたあー、なるほどね、うん、そしたらもう一石二鳥や、うんうんうん、で俺は YouTube の長編頑張るし、うん、イズミンは短編をちょっと頑張って、頑張りますね、うん、俺は見る、じゃあなんかやってよなんかないの、イズミンは SNS 全部やってね、担当でね、Twitter もインスタも LINE の公式も、そして個人の TikTok、インスタ、Twitter全部いずれ一人で SNS、うん、ほぼ毎日何かしらを更新するように頑張ってるんですよね。翔太君もそろそろ何かやってくださいよ。ちょっとお仕事だからこれは。マジでね、SNS はね、
なんか苦手っていうかね、だから SNS 更新じゃなくても YouTube の編集、あ、編集は別にできる、まあ、やっとるもんね、うん、別に全然、じゃあ2人が常に編集できるぐらいストックをいっぱい取ればいいですね。そういうことだね、うん、いや、やりましょう。でもね、あれなよ、問題は集まれないのよ。最近バラバラで動いてるじゃん。そうだね、そう、個人 で集まれる時がないのがきついよね。うん、だからどっかの練習日1日大食いにするのが一番いいですよね。大食いそんなやりたい。じゃあツイッターのリプか、あの、はいはい、インスタの方にどんな企画をやってほしいか、そう、ね、教えてほしいですね。欲しい。案がね、案がないんですよね、本当に。結構やったもんね、うん、やった。だから俺らあれよ、練習を9時半までやってヘロヘロになりながら、そうそうそう、夜心霊スポット行ったりとかしてたんで、ほら大変でしょ YouTube。 それぐらいもう一回消えれなかんね。そうなんかね、俺もさ、なんか登録者数1000人超えて、そう、ね、視聴時間を4000時間突破しないといけないっていう時にめちゃくちゃ頑張ったの、正直。本当に別に編集してた時期もあったんだけど、うん、なんかそんなさ、うん、底辺 YouTuber になっただけでさ、燃え尽き症候群とか出んじゃねえよと思われるかもしれないけど、ね、ちょっとね、なんかもうめちゃくちゃ燃え尽きてる。燃え尽きちゃってさ、本当に頑張んないとなと思ってるんだけど、やりたいですね。今日もあの和太鼓教室に通ってくれてる4歳の女の子が、うん、テレビで泉ちゃんがご飯作ってるの見た。なるほどね。 YouTube をテレビにつなげて見てくれてるらしくて、だから、あ、なんかその結構前、もう2年前ぐらいの動画を、うん、見返してくれてるから、最新でなんか やったら子供たちは嬉しい、うん、YouTube 上げたとね、毎回子供たち見たって言ってくれるよね。そう、YouTube ね、どんどん頑張りたいですよね。じゃあまず撮りに行こうぜ。そうね、いろいろ撮ろう、うん、撮りたい。まずは撮るところからじゃない、うん、頑張りましょう。シードメンバー多分見てるのでね、一緒に頑張ろうぜ。頑張りましょう。見てるかな、わかんない。いや、月見さんリプを送って終わりですね、多分。あ、もう、うん、なるほどね。ちょっと、まあ、使命は果たしたと。まあまあ、お片付けしてるかもね、練習の。なるほどね。あ、そうね、そのぐらいの時間ですね。今日はね、練習があったからね。そう、ちょっと思い出したんだけどさ、うん、さっくんさ、はい、今、あれやん、歌が持っとるやん。はいはいはい。ここでさ、ここで今度歌ってみれば。ここで、うん、ちゃんと防音聞いてるし。いや、確かにな。確かに。したら絶対増えるよ視聴者。いや、逆に YouTube でもちょっと流しちゃったけど、ここでしか歌聞けねえよ。うわ、めっちゃいい。しかも生放送でしか聞けないよっていう、ね、いや、めっちゃ恥ずいけど、ね、だって2人おる中で歌うのかな。じゃあその瞬間だけ俺ら出て、 あっちで見てる。ああ、それだったらいけるかも。そうや、なんかレコーディング室みたいな感じになって。ああ、確かに確かに。歌えるでしょ。いいじゃん、そういうのいいですよ ね。多分歌ね、好きな人多いと思うし。そう、確かにね、あの発表する場がないとね、うん、上達しないからね。そうそう、だからちょうどこれも月1ぐらいなんで、うん、だからなるほどなるほど、その何、鍛錬をするわけじゃないですか。はいはいはい、常日頃ね、はいはいはい、太鼓と一緒で。そしたらまあ太鼓はずっとやってたから、もちろん今披露してもうまいじゃん、うん、上手じゃん。で、歌はさ、まだし始めたばっかりだから、まあそうね、まだ穴があったりとかっていうのを皆さんが毎回毎回放送を見るたんびに、はい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 、翔太くんマジ歌は上手くなったみたいな、確かにいいのを感じてもらえるかなと思って、うん、歌ってよ、上手いし。いや、全然いいっすよ、一人なら。この中が一人でいいじゃないですか。で、それこそさ、一曲はちょっとさっくんの持ち歌用意しといて、うんうん、で、リプでさ、なんかリクエストもらって、あー、なるほどね、それを次までに練習してこればいい、うん、あー、そうだね、うん、それは楽しい ね。まあ、そんな泉歌ってほしい曲いっぱいあります。ね、いっぱい歌ってほしいから。ね、でもね、泉がね、好きな曲は俺が好きじゃないよ、あんまり。いや、そう、合わないんですよね。好み違うでしょ。僕はちなみに EXILE です。大好きなのは。私も EXILE です。もうね、大好き。DH ですもんね。そうです。何が好きなんですか？最近私、あのバンドにハマってまして。はいはい。神谷サイコロを振らないっていうバンドのライブに、この前初めてあのバンドのライブ行って、神谷サイコロを振らないを初めて見たんですけど、めちゃくちゃ楽しくて、もう本当に楽しすぎて、なんか、なんて言えばいいんだろう、なんかあのなんかちょっと振られると思ってなかったからちょっとまとまってますけど、本当にそのライブを見た後に、同じ舞台に立つ人間として立ち続けることって楽なことではないし、ちょっと難しいことだなって泉は思ってる人間なんですけど、その人、あのボーカルの人がすごい命を削ってステージに立ってる姿を見て、うんうん、あ、なんか自分も一回一回のステ
ステージに命かけてますけどなんかその神はサイコロ振らないライブを見て自分も命かけるしお客さんにそれが伝わる、うん、なんかすごいがむしゃらというか綺麗事のバンドじゃなかったから、はいはいはい、なるほど。そうでなんか結構辛い曲とかも歌うんですけど、うん、泣きながら毎回歌ってて、うん、本当に気持ちがこもってるんですね。 それがあってのこの前ちょっとあの私たちの曲でね月読みという笛の曲があって、はいはいはい、それで泣いちゃったんですよ。あ、それも噛み合ってるやつだね。そう気持ちを曲にちゃんと込めようって思ってやった。なるほど。だからすごいいい刺激をもらってるんで、あ、いやめちゃくちゃ私あのインスタのストーリーに神はサイコロ振らないの曲をめちゃくちゃ上げてるんですけど、まあまあ結構ハマってくれてる子が多くて周りに。ちょっと聞いてみるわ。そうなんかバラード系もあったり、うん、もうゴリゴリのバンバンバンみたいな。そういうの好き、そういうの好き。そうあるんでぜひ聞いてみてください。わかりました。じゃあ歌はね、まああのできたらやりましょうか。うんうんうん。やりましょう。おお。ツイッターにコメント入りました。ありがとうございます。やったね。え、すごいいっぱい来てるよ。すごい。じゃあちょっと一つずつ。まずあの僕らの代表ですね。はい。はい、ニュードちゃんから見てるよ頑張れと。ありがとうございます。いや嬉しいな、ニュードちゃんね。はい、次、はい、これまた月見ですね。さっきのあメンバー、こんばんはと。うちのメンバーの月見、はい、好きなじゃがりこの味は何ですか。好きなじゃがりこの味ね、どうですか、うん、ありますか。僕はもうサラダ一択。いやもうサラダ一択。あのこれ私と月見でよく話すんですけど、はいはいはい、じゃがりこの味ほぼ一緒じゃねせちぎー全然違うんだよ。いやういう本当に一緒なんですよ。なんか期間限定で出てるなんかさつまりことか、うん、なんかバター醤油系は一緒だけど一緒。あ違うけどサラダとじゃがバターとチーズ、うん、大体一緒な味してますよ。全然違う。さあ元は一緒よ、うんうん、味付けが違うよ。そうでも一緒。これをいつもこの時代で。あ元も違うわ多分。チーズとサラダ違いますか。多分違う。あのなんか人参のあのオレンジのやつチーズなかった気がする。あるのかな、どうだろう。ちょっと調べてみて。何を。えそのサラダとチーズの違いみたいな。サラダとチーズの違い、うん、じゃがりこのじゃがりこのいやじゃがりこ、でもじゃがりこめっちゃ好きなんですよね。美味しくたよく運転中してますよね。運転中あの L サイズ買ってあれもう一瞬でね、うん、あの取れるんで別に危なくないし、うん、よく食べますよ。知恵袋でね。おまたツイッターのコメント入りました。だからどん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 呼ばなきゃだね。これそうだね。もうじゃがりこはいいや、うん、じゃがりこはいいや。ありがとうございます。また今度話せばいい、うん、じゃあ続き、はい、いきましょうか。次はですね、はい、次郎さんですね。あ次郎くん、はい、こんばんは。こんばんは。さつきが学校の参観日で、はいはい、将来の夢は和太鼓奏者です。おお嬉しい。でみんなの前で太鼓は楽しいのでやってみませんかと発表しましたよと。おおすごい営業活動もしてすごい。あのねうちの僕らがね教えさせていただいてる、まあ、生徒さんのお子さんのパパが今いただいたんですけど、うん、倍さつきより。そう倍さつきより。さつきがねそうやって言ってたんだ。いやすごいな。いや素晴らしい。嬉しいな。嬉しいね。ねこのようにね本当子供のまあ何太鼓だけじゃなくてね、うんうん、そういう精神的な部分でもしっかりね、うん、あの僕ら指導させていただいてますので、ぜひあの太鼓叩いてみたいな大人の方でも OK です、うんうん、お子さんでも OK なのでぜひねあのご連絡いただければなと思います。さあ続いて、えでもちょっとこれでいいですか。この関連で泉、私あの小学6年生の卒業式って、うん、将来の夢を叫ぶんですよ。何その体育会系の卒業式。なんか私は大きくなったらなんかケーキ屋さんになりたいですとか、うん、看護師になりますとかいうところで、うん、泉私は大きくなったら、うん、人に感動を与えられる和太鼓奏者になりたいですって夢叶えてるじゃないですかそう動画あるんですよ。お母さんに何かたまに見せられます。それ流したら今度、いやいやいやだ顔が顔がほらあのダメオッケーだあの顔と体型が反応されるの嫌なんで。あでもすごいじゃん。そうだから泉それあるんですよね。だからえちなみにさっきくん覚えてる小学校の時の夢。じゃあね小学校の時は医者だったのね。おおもうエリートですね。でもね俺幼稚園の時のね、うん、将来の夢がやばすぎて、うん、何あのね分かるかな。俺その時からもうゲームが大好きすぎて、はい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 、あの幼稚園の頃の将来の夢は、うん、あのねドラゴンクエストに出てくる、うん、はぐれメタルっていう、はい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 、あの経験値がね、うん、こういっぱいもらえるモンスターがいる、うん、それになりたいなぜかすぐ逃げるやつ。いいあの紙に書いてもらえるはぐれメタルになりたいです。かわいい貴重だからねレアだからそう
ということで、まあ頑張って。ね、さつき頑張ってね。はい、はい、じゃあ続いて。はい、次またあの代表の大先生からですね。翔太、話が広がらなくなったら歌わなと。ああ、もうそれごめんなさい、もう言ったんで大丈夫です。はい、はい、はい、次ジョンさん。ジョンさん。大志郎先生、翔太先生、可愛すぎる先生、こんばんは。可愛すぎる先生。皆さんの最近のハッピーニュースを教えてください。お、あ、これはもう、これはね、翔太君じゃないですか。俺に向けてじゃない。そうだね、もう分かってます、ね。ということでじゃあ、しましょうよ。僕からですか。あ、泉から行こうか。ハッピーニュースか。あ、そうね。ハッピーニュースか。あの、私さっきバンドが好きって言うんですけど、うんうん、バンドより以前にあのアイドルが大好きでして。はい、その、 あの関西の方でアイドルをやってる A グループっていうジャニーズのグループなんですけど、はいはいはい、そのライブがいっぱい当たりました。お、これはいいね。ほんとハッピー。なんか夏にやる予定だったのが、うん、ちょっと一回中止になっちゃったやつがあって、はい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 、振り返りが当たんなくて、でこの前やってた舞台も一公演しか当たんなくて、うん、本当にもうこのまま会えないのかって思ったらもうめちゃくちゃ当たって、うん、だから今年の春はいっぱい会いに行けるので、それがハッピーです。なるほど。いっぱいお仕事を休むってことですね。土日に一応。あ、大丈夫ですか。なるほど。はい、大丈夫。そう、うちはですね、アイドルに会いに行くための休暇は OK になってますので、はい、そう、超ホワイト企業。そうそうそう、まあ、そのために頑張ってる。そうそうそう。そうそうそう、じゃあ、よかったですね。はい、大城くんは。俺なんかあるかな。全然今ずっと考えてたんだけど、何も出てこないんだよね。ハッピーなことない。ハッピーなこと。ハッピーなこと。ハッピーなこと。え、マジで。そんな毎日すさんでんの。すさんでるってかね、もうね、同じあれなんですよね。それはそう、本当にね、休みもじゃないですもんね。今月も4回ぐらいしかないですもんね、休み。そうなんですよ。俺もたんぼちょっとないかな。結構ね、今月ちょっと考えときます。ごめんなさい。ということで、でもってことは俺よりインパクトのあるやつじゃないの。言わなきゃ。めちゃくちゃインパクトボーン。ちょっと待って、じゃあ待って、ちょっと待って、ちょっと待って。なんかなかったな。じゃあ泉がなんか話してこっかなって。ちょっと繋いどいて、繋いどいて。本当に。じゃあ、うん、このやついきますか、先に。あ、そうだね。はい、ゴーヤさんから、うん、翔吾くんの手料理で大食いやってほしいです。おお、それ面白そうだね。いっぱい作れた。うん、翔吾のご飯本当に美味しいからね。さっきのね、あの密かに人気が出てきたメンバーの一人なんですけど、うん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 、本当にね、ご飯が美味しい。めちゃくちゃ美味しかった。 それもね、 YouTube の企画にありますよ ね、 この間ね、あの翔吾、僕プライベートですごい仲いいんですけど、はいはい、うちに泊まりに来てですね、手料理を振る舞ってくれたんですよ。お、もうね、最高、激うま。ちなみに何を作ってくれたんですか。なんかね、ナポリタンをグラタン風にする、うん、何それ、絶対うまいやつやん。ナポリタンを普通に作るんだけど、うん、その後にその上にチーズをバッてかけて、はいはいはい、それをオーブンでいく。そう、それがね、めっちゃうまかった。なるほどね、超うまかった。とあとね、リンゴをめっちゃ薄くスライスしたやつをそのケーキの生地の中にブワーって入れて、はいはいはい、そう、すごい、それがね、やばかった。マジでいいね、いいね。それちょっとやろうか。それ楽しそう、うん、あ、ちょっといいですか、ハッピーなの。2個あるんですけど、まず1個は今週いっぱいラーメン食べた。今週いっぱいラーメン食べた。本当に幸せだった。そう、あと先日ですね、あの名古屋の大須、うん、ほんとここから近くなんですけど、大須のねカフェトゥーランドさんというところをお借りしまして、ディナーショーじゃないんですけど、まあ、ライトライブということで、うん、食事と、ドリンクをお客様に楽しんでもらいながら僕らの演奏を見ていただくっていうね、うんうん、ライブをやったんですけど、演奏中にちょっとビールいただきまして、はいはい、飲めたのが幸せでした。いや、そうでしたね。ラーメンとお酒が大好きなので、あ、まあ、そういうね、小さい幸せはね、ハッピーですよ、大事ですからね、はい、ということでちょっと行ってもらっていいですか。はい、じゃあ僕のハッピーなお話なんですけど、はい、そのさっき大将君が話してたですね、名古屋のそのカフェトゥーランドさんで行ったナイトライブの日にですね、はい、入籍しました。よっ、おめでとう。はい、結婚をしました、ね、結婚したね。おめでとうございます。シードから、はい、3人目か。3人目だね。ね、そうだね。いや、おめでとうございます。名古屋さんが言った。そうね、そうね。まあこのお話はちょっとまたちょっと時間がね迫ってまいるので、ね、ちょっと語るにはね、ちょっと足りないんで、次回、ね、あのどういうね、あの感じで ね、 そ う、 ね、そうなったのかっていうのね、うん、
じゃあ次のお便り行きましょうか。もうなかったですか。次はもう大先生ですね。また大阪の話をね。あ、もちろんくださいと。はい、それはねちゃんとね分かってますよ本当に。もうちょっと用意してますということで、パパ心配だから、ここでですねちょっと告知をさせていただけたらなと思います、はい、来たる2月の18日の、土曜日になるんですけども、はい、大阪の心斎橋の方でですね、名古屋でやりました、シードナイトライブ in 名古屋の大阪バージョンをさせていただきますので、ちょっとそちらのねフライヤーの写真になるんですけれども、こちら、ショーレストランうさぎとバラという会場でですね、やらさせていただきます。超至近距離の、会場で太鼓のねこの大爆音を体全体で味わっていただきながら、はい、美味しいお食事とドリンクも楽しんでいただいて、でシードのメンバーもですね一緒にその演奏終わった後に交流させていただけたらなと思っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いしま す。こちら各 SNS でも、宣伝してますし、そちらの方ですねチケットが購入できるページの URL も用意してありますので、ぜひそちら飛んで、よろしくお願いいたしま す。ということでどうでしたか、初のまあ、シードのガオガオラジオは2回目なんですけど、はい、2人は初ということで、ちょっと締めの言葉をお願いいたします。はい、初めてラジオやらせていただいて、なんかすごい今までインスタライブとかで喋ってることはあったんですけど、こんななんかしっかりカメラがあって、モニターがあってイヤモニもつけれて、でスタッフさんが何分前とか言ってくれるのがすごい楽しくて、なんか始まる前めちゃくちゃ緊張したんですけど、始まってみたらもうあっという間に時間が過ぎちゃって、ちょっと短でーなってなっちゃったね。確かに最後のね追い上げがリップのすごかったんです。ありがたいです。ありがとうございます。皆さんリップ送ってくれたり見てくださって本当にありがとうございました。ありがとうございます。またね来月の第1火曜日の21時からぜひ聞いてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。それではさっくん。はい、まあ、僕もね本当にちょっと泉と被っちゃうんですけども、まあ、本当に感動ですね。とにかくこのセットといい、こうやってねお便り持ってきていただいたり、まあこういうのはなかなかね普通に生きてたらできない経験なので、まあ本当にこれをね毎月1回できるっていうのはすごい楽しみが一つ増えたので、まあこれからも頑張っていこうかなと思います。そしてですね、ガオガオラジオは僕が命名した。あ、そうだ、はい、僕が命名したんで。これは最初なんかみんなバカにしてきたんですけども、泉は最後まで反対してましたけど ね。いやでも絶対こうインパクトあるでしょ、うん、ガオガオラジオ覚えやすいでしょ、でしょ。ありがとうございます。そうだからね、まあ、ちょっと思い入れもあるので自分の中でも、うんうんうん、でこれから、ね、こう歌ももしかしたらこうやっていくかもしれない、はい、ということで、まあ、ちょっと頑張っていこうかなと思います、はい、で他のメンバーもね来れるときはちょっと呼んで、うんうん、皆さんに紹介できたらなと思いますので、はい、まあ、これからどうやっていくかはまだまだ定まってはいないですけど、はい、まあ、本当に皆さんが楽しくご覧になっていただけるようなラジオにしていきたいのでよろしくお願いします。お願いします。さあ今回僕ねガオガオラジオ2回目だったんですけど もう前回は本当大地に助けられてで今回も本当2人に助けられたなと。やっぱ3人いるとだいぶ会話のね広がりも出てきますし、すごいいろんなねこう意見というか深みも出てきますので、でこうやってインスタもねちゃんとフォローして泉もねやってくれてたので、まあこの感じ基本はこの3名でやっていこうと思ってるんですけれども、はい、まあ他もメンバーもたくさんいますし、ちょっとずつね紹介できたらなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。そして改めまして、こちら天輪太鼓シードのガオガオラジオはですね、第1火曜日、まあ、月の初めの火曜日の、夜21時から放送させていただいていく予定ですので、ぜひ皆様お時間覚えていただいて見ていただければなと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。そしてちょっとくどいようですが、天輪太鼓シードの YouTube チャンネル、インスタアカウント、ツイッター、主もねありますので、ぜひ検索していただいて、登録の方よろしくお願いいたします。それでは、そろそろね時間の方が迫ってまいりましたので、あと30秒どうぞ。皆さん聞いてくれてありがとうございました。終わり終わり足んない足んない。早速はい、まあ、これからもねいろんなことにチャレンジしつつ、はい、まあ、太鼓もしっかりやりつつ YouTube も頑張りつつ、はい、このラジオも頑張りつつ、うん、ということで、まあ、皆さんにいろんな形でね僕らを見ていただけたら嬉しいので、これからもシードの
動きをチェックしてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、終わり、アズーリ FM さんの、手に入れたシードのガオガオラジオは今回はこれで終わりたいと思いますので、また次回お会いしましょう。それではバイバイ。バイバイ、ありがとうございました。アドさん、楽しかったです。